太い動脈と静脈があるので逆にこういうふうに横を向いてもらってそこを押さないようにして首を緩めていくっていう施術もありますけれども、この場合はあくまでも後ろの方でやらせていただきますね。まず一番最初に左右の手の指をこう合わせていただきます。合わせていただいて使っていくのはこの手根のところですね。この柔らかい手根のところで首の両サイドの凝り固まっている筋肉のところを揉めほぐすような形で、ただこの時にあんまりグッとやるとここが詰まってしまいますので、そのこうやると結構自分の力でグイグイ押しちゃってここ詰まっちゃうので、こういう風に組んでやるとこれ以上は締まらないようになるので力の加減がしやすくなります。あとソフトな施術をすることができますので、ここを